アゲハです。アゲハさん、はい、すごい名前だ。それで通報されて捕まっちゃったんですよ。彼氏が注射を打って、はい、彼氏が通報したんですか、はい、怖いんだけど、うん、それで子供ができて5人目の子供、はい、すごい。汗も変われるかなと思って、うん、で出たいなと思って連絡したんですよね、今回。始まりました、ブーチャンネル、うん、今日もブーチャンネルにご連絡いただいて来ていただいたということで。何さんですか？アゲハです。アゲハさん、すごい名前だ、はい、アゲハさんはちょっとどんな方なのか人となりが分からないので、ちょっとユータさんがサクッと、ですね、まあ、まず僕に連絡をくれて、その出演したい旨を、で、まあ、その動機っていう部分をちょっと確認したら、まあ、アイラちゃんとかがこうすごい出てて、まあ、後々の話になってくるんですけど、そのアゲハさんも過去逮捕歴っていうのがあって、まあ、アイラちゃんも逮捕歴があると、まあ、で近しいものを感じて、なんかこうアイラちゃんが頑張ってる姿、病気の症状だったりがちょっと良くなってるところとかを見てくれて、なんか私も頑張りたいなみたいな、もともと有名になりたかったみたいなんですよ、うんうんうん、それでブーチャンネルに出演したいですって言って来てくれました。すごい。じゃあアイラちゃん の一連の姿が流れを全部見てます。人にそういう何かの感情を与えてたということですね。はい、これ言っていいのか分かんないけど、うん、今日その前もって約束してたんですけど、セレノさんとアイラさんが来るっていうのは、うん、まあ、伝えてなかったんですよ。あ、そうなんですね、うん、まあ、そしたら前日、昨日だっけ、昨日ですね、ちょっとなんか来れるかどうかちょっと分からないギリギリのところだって、うん、金銭的にねちょっとやばくて、ほら、交通費ってことですか、うん、交通費が、まあ、生活費とかいろいろまとめてやばくて、はいはい、それで来れるか分からないって言って言ったんですね、はい、とりあえず金が必要だっていうことで、うん、最初そのツイッターとかにある個人融資、うん、僕もよく分かんない金貸しますみたいな人に金借りようとしてたんですよ、うん、で危ない危ない、うん、まあ、ちょっと僕借りたことないんでちょっと分かんないですって、うん、安全とか危険とか分かんないけど、まあ、明らかに危ないようにしたんで、まあ、やめた方がいいんじゃないのかなと思いつつ、まあ、そういう返事したら、やっぱりそうですよね、ゆうたさん6万貸してくれないそう、アゲハさんキャラ濃いのがもう出会って3分で伝わってきてるんですけどうんうんっていうの話が貸したんですか。いや、貸してないです。さすがに6万でかすぎる。はい、交通費がないんだったら、まあ、交通費ぐらい1000円2000円だろうと思って、はい、まあ、それぐらいだったらいいよみたいな感じで、あ、交通費を、はい、渡したんですか。続きました、はい、すごい。でも優しい。まだ謎じゃないですか。今やっとお会いできてるから大丈夫ですけど、お会いしたことなくて、すごいユータもかっこいいですね。いや、そのセリナさん呼んでたし。いやいや、別に私呼んでても別にポシャってもいいんですよ、別に。ポシャる。アゲハさんせっかく来てくれたから。でもアゲハさん来てくれたから、セリナちゃんにも会いたかったし、アゲハちゃんにも会いたかったし、うんうん、もうみんなに会いたかったんで、すごいよかった今日。じゃあ、はい、ダブルで会えましたね、よかった。これからユータにいろんな人から連絡来るんじゃないですか、うん、ちょっとお金出してください。まあ、それはちょっとね、まあね、出演にね、こうやって出れたんで、はい、何よりです。もうキャラ濃いの確定じゃないですか。いや、そうなんですか、アゲハさん絶対キャラ濃いですよ。もうキャラ濃くないですよ、薄いですよ、めっちゃペラペラですよ。いや、今のユータのもう人となりのエピソードでめちゃめちゃ濃くですよ。いやいや、みたいな感じでやられてるけど、そのなんか10分ぐらい過去の生い立ち聞かせてくださいって言って、電話切ったの35分後でした。すごい。それぐらい分厚かったです。でも逮捕歴っていうのがめちゃめちゃ気になりますけどねまあ、いろんな罪があると思うんですけどでも何から聞いたらいいんだろう、アゲハさん。生い立ち？生い立ち？まあ、なんか中学高校ぐらいで、あと家庭環境とか知りたいですね。何者なのか、うん、アゲハさんは何者なのか。どこの方なの？どこで生まれたんですか？茨城です。茨城、はい、おお。関東、北関東ですね、うんうん、一応そこで生まれて、うん、まあ育ってきたんだけど、うん、まあ親の虐待だなんだがあって、あら、はいはい、16で家を出て、うん、それでずっと一人暮らししてたんですね。16歳から？はい。お金はどうしてたんですか？お金は、まあ、いろいろと。もう逮捕で聞きますか？いや、来ないです。ああ、パパ的な人がいて。ああ、すごい。それで、まあ、もらって生活してたみたいな感じで。じゃ、どうやって16歳でパパ見つけるんですか？出会い系。ああ、
で、一人暮らし。一人暮らしで、あとバイトも普通にやったんで、それでなんとか賄ってて。結構あれ、なんかグレてたんですよね、ここ。そうですね。ヤンキーだったんですか。ヤンキーってヤンキーの方ですね。あ、私もそうだ。ヤンキーちょいちょい共通点あるかもしれないですね。そうそうそう、2人にはそことかあるかも。暴走族とかやってました。やってました。あ、一緒だね。旧社会とか入ってました。何の共通点。結構楽しくないですか。結構楽しいですね。楽しいね。はい、盛り上がっちゃってるじゃないですか。すごい。高校卒業後、茨城から福島に引っ越した。はい。高校も行ってたんですね。高校行ってました。16歳で一人暮らしして、ね、高校もそれで自分で帰ったんですか。はい。へえ、すごい。で、卒業して。ちなみに、その時の仕事っていうのは、その時のパパ活と、バイトですよね。で、学費も払って。はい、あら。すげえ。なんか、ね、すごいって言ってるのかわかんないけど、すごいですよね。自分で16歳の子が。一人暮らしだけでも大変なのに、学費も払って。で、それで、まあ、卒業して、なんとか。で、それで卒業式の日に福島に行って。なんでですか。そのバイトがキャバクラだったんです。あら、はい。福島のキャバクラで、それで学校が福島寄りだったんで、だからその行き来がめんどくさいからもう向こうに住んじゃおう、あれ、茨城と福島って隣の隣です。あ、そうなの。ここが茨城だったらここが福島。あ、土地勘が今ちょっとバカなのバレましたね。今なんかすごい遠くに行ったと思ったら隣なんですね。隣なんです。え、分かった。分かんなかった。店員の人釣られてた。みんなね、遠いお尻だと思って。いやいや、全然分かんない。関東の人とかには分かんないだろうけど隣なんだ。じゃあ北関東と東北なんで。じゃあ千葉、埼玉とか。あ、千葉行くぐらいの感じだね、東京から。そうですね、福島に行って、それで一人目の、まあ、子供の彼氏と会って。どこで出会ったんですか。飲み屋です。お客さん。お客さんではないですね。なんだろう、半お客さん半店の人みたいな。あ、風紀ってこと。はい。じゃあキャバクラのお店の人と付き合っちゃったみたいな。あの系列でガールズバーもあって、うんうん、それで行き来してたんですよ、そこを。黒服さん。黒服さんです。ああ。そこ行き来してて、その中の一人とぽいに落ち。やっぱキャバクラの子って黒服さんとくっつくのあるあるなんですよね。あるあるなんだ。じゃあ、うん、その黒服さんとの子ができた。できて、うん、それが一人目で19の時に産んで。すごいですね。でもそれどうなったんですか。やっぱ身ごもったら働けないじゃないですか。ギリギリまで働いてました。それ彼は何も言わないんですか。何も言わないです。その交際してからすぐ何ですか、同棲とかそういう。そうですね。交際始まっていくから、子供ができた期間短いですよ、2、3ヶ月ぐらいですね。あら、え、相手はいくつぐらいでした。相手10個上だったんで。でも26とか。あ、28とか。うわー。その DV がさっきひどいとかって、監禁もされてたんで。監禁もされてて。彼氏に。はい。それお付き合いしてどのぐらいから DV 始まったんですか。いや、1ヶ月、2ヶ月です。すぐじゃないですか。で、それすぐ逃げればよかったんですけど、うん、逃げられない環境にいて、うん、もう家の鍵を内側から開かないように、うん、外側からしか開かないようにされてて。へえ。それで家から一歩も出られない、出るときは絶対一生みたいな、そんな感じで。歪んだ愛情ですね。仕事中にそれを同僚に相談したら、うん、じゃあ逃げようって言われたんですよ、うんうんうん、で逃げたらすぐ見つかっちゃって、うん、でそれでまあ子供はらまされて。それ付き合ってるのはじゃあお店の人たち知ってたんですか。みんな女の子は知ってました。あ、うん、ただ女の子も他の子も風紀多かったんで、うん、口止めねみたいな、言わないでねって言って。まあもうじゃあその環境がちょっと罰ですね。うん、うん。でも身ごもったからにはもう自分で一人で産もうって思ったんですけど、うん、ちょっと育てられないなってなっちゃって。うん。それ産んで、産んで実家に帰ったんですね。逃げたんだよね、その前。ごめんなさい、ごめんなさい、産む前逃げたんだよね。逃げたんです。え、身ごもった状態で、状態で9ヶ月ちょいかなの時に窓から、窓割って、2階から飛び降りて。え、妊婦さんなのに。それで逃げたんです。笑ってるけど、めっちゃ笑ってるけど。すごくない。妊婦さんなのに危ないよ。、うん、ちょっとお腹守りましたね。いやいやいや、できたん
んですか、2階から2階から着地できました。インタビュアーの癖がもう車の上に着地して車を出るってそれ誰の車ですか。知らない人なんです。知らない人なんです。車の持ち主だったらめっちゃ最悪なんですけど。ね、ボコボコでしたね。で必死なんでもういいやって思って、うん、そのままバスに乗って茨城帰ってきて普通に喋ってるけどすごいやんね。無事ジャンプしたんですか。無事ジャンプしました。ジャンプして着地して、うん、それで車ベコベコです。あいなちゃんジャンプの下りがすごいツボみたいで。いいね、いいよ、あいなちゃん、たまにそうやって質問してあげてよ、気になるから。でもよかった、お腹の子は、ね、無事でしたね。無事で、はい、でももともとお母さんもちょっと DV というか、そっちって言ってませんでした。お母さんとお父さん、両方 DV ひどくて、そこで子供をね、預けるってちょっと心配ですよね。確かに。それでだって一人暮らししてるんですもんね。最初はその産んですぐはキャバクラで自分で働いて子供を育てたんですけど、うん、どこで働いたんですか。それは茨城。茨城でキャバクラ、はい、それ新生児、あの生まれて子供を持ちながらっていいかと思うかですけど、はい、あの託児所に預けて、あ、それでやったんですけど。託児所ってそんなもうめっちゃ生まれたっての子もいけるんですね。いや確かに30日後からだったりします。へえー、結構いけるんだ。でもそれで親にそこがバレちゃって、うん、子供だけでも連れ戻すって言われて、うん、で連れてかれてそこからちょっと会わせてもらえない時期があって、うん、えもう親が面倒見るからうちらで面倒見るからお前はもう手出しするんだ金だけ入れろみたいな。でもそのね、もともと DV されてたお母さんたちだったらめっちゃ我が子心配ですよね。心配だけどもう取り戻されちゃったからそうするしかないのかな、預けるしかないのかなと思って、うん、それは無理やり強行突破で実家行って奪い返すとかできなかったんですか。安静が行くと鍵絶対開かないんですよ、うん、家の敷地内にお前は入ってくるなって言われてるんですよ。へぇ、すごい、すごい嫌われてるんですよ。ちなみにその預けた後、取られた後、はい、お子さんが、はい、その親からなんかこう虐待を受けるみたいな話 は全然ないです。ない、はい、そこは安心かなと思って。あ、最近はあった。最近会ってないです。最後に会ったの、まあこれも後だけです実家帰って追っかけてきたんだね、その彼氏。その元カレですね、うん、あ、生まれる前。いや、生まれた後です。生まれた後なんだ。はい、それで子供にも会わない、安心にも関わらないっていう誓約書を書かせてそれで帰らせたんですね。その彼氏さんだね、その子供の親だね、はい、うん、はい、抜け出したね、はい、その後、その後にすぐ新しい彼氏が来て。すごい切り替え早い。うん、その新しい彼氏は何者なんですか。は普通に工場で働いてた人です。おー、どこで出会ったんですか。出会い系です。出会い系、出会ってからどれぐらいの、うん、思った期間で付き合って。スパン短いんですよね、うん、なんでやっぱり 2,3 ヶ月とかで子供ができたんですか、付き合って。子供はできたのはそこから2ヶ月後ぐらいだから半年前ぐらいですかね。付き合って半年で子供できるのは早いですよね。はい、出会い系で出会ってその2ヶ月後には交際が始まり、あの出会い系で知り合った途端に交際が始まったんです。あ、なるほど。うん、付き合ったんだ。付き合ってきました。それってどうやって告白するの。普通にメールで付き合いましょう、うん、はい、わかりました。当時の出会い系、それ何年前。うーん、20年ぐらい。17年前ぐらいだから、うん、あのスタビって言ってわかります。スタビだ。え、聞いたことない俺なんかちょっと、やりたい人とかがあ集まるとか、やる出会い系サイトみたいなやつですね。すごい集まる。そう、だから今で言う Tinder みたいな感じの。スタビスタビってよくメンズたちが言ってましたわ。そこって写真って載ってるんですか、お互いに。あれ載ってたっけ。載ってた気もする。掲示板ですよね、要は。掲示板ですね、昔の、うん、会う前にやっぱ顔は、顔は知っとかないとってことだよね、はい、それじゃあ顔は分かってた。はい、分かってたから交際もいいよって。はい、でもすごい、なんかどんな人か分からないのにすごいですよね。
でも実際会ってみて写真と変わらなかったし、うん、まあ優しそうだからいっかって思ったんですけど、うん、そっからまたどん底に落ちました。なんでなの？交際スタートして、3ヶ月後3ヶ月後ぐらいですね、に子供ができて、第二子ができて、うん、それを言ったら俺の子じゃないって言って、でその親も浮気してできた子でしょって言ってきて、それは別に事実無根なんですよね。はい、ずっと家にいたのになと思って、うん、できた後、はい、告げたのはどのタイミング？その告げたのは、あ、子供できたって告げたの結構すぐでしたね。あ、妊娠が分かってから、はい、第20週以内には告げたってこと？16週とか、そうですね、もっとか14週とか、うん、そのぐらいの時ですね。あ、告げたんだ。はい、うん、俺の子じゃないって否定されて、否定されて、親、向こうの親にも浮気してできた子でしょって言われて、うん、そのタイミングだとまだ多分下ろすっていうタイミング、うん、選択肢もあると思うんだね。でも下ろしたくなかったのね。あげやさんか。はい、あ、でも産んで育てられるかなっていう不安もあったんですけど、まあ第一子の時もありますからね、うん、でもとりあえず産んでみようってなって、じゃあ結局、うん、その俺の子じゃないってその彼氏さんに言われ、はい、彼氏さんのお母さんに言われ、アゲハさんはそれどうしたの？彼氏さんと別れて、もう完全に別れ、はい、あの親を間に入れて向こうの親と自分家の親と話し合って、あ、でもその時はまたアゲハさんのお母さんとか親御さんが出てきてくれたんですね。さすがに2人目だから、うん、それ問題だってなって出てきて親御さん、はい、ね、あんなに拒絶してたのに、その時は出てきてくれるんですね、はい、でもそしたらうちの親をナンパしてたお父さんが向こうのお父さんだったみたいな。え、まずそこで変な感じになっちゃって、余計にぐちゃぐちゃになっちゃって、え、すごくない？え、アゲハさんのお母さんのことをナンパしてた人が相手のお父さんだったの？さんです。え、すごくないですか？すごいすごい。そんなことある？世間って狭いなと思って。で、そのナンパされた母親は、はい、それなんですか？受け入れた？受け流してました。後でね、みたいな、今度ね、みたいな感じで言って。え、すごくない？それすごいすごいです。でも世間狭いなって本当思いました。世間狭い。じゃあ相手の家族も結構チャランポランってこと？なんか真面目らしいんですけど、うん、結構言ってることとやってることが違くて、すごいすごい。で、結局じゃあお別れになって、あの仕事はその時はパチンコ屋さんだったのかな、あげはさんが、はい、うんうん、でそれで臨月近くまで働いて、うん、でやっぱ産んで、でその子はすぐ取られました親に。自分のお母さんに？自分の親に。2人目も？はい。そのそれはなんでなんですかね、お母さんは1人目もすぐ取って、2人目もすぐ取ったら、お前は1人じゃ絶対育てられないし、うん、そういう養育とか分かんないだろうって言われて、うんうん、確かに分かんないけどってなって。それはね、でもみんな分かんないよね。まあね、みんな一から、うん、でもパチンコさんで臨月近くまで働くのも大変ですよね。だってパチンコさんってあの当時これでしたよ、なんか重いやつ、ドル箱、そう、ドル箱を積んだりしてますよね、はい、あの、はい、将来パチプロじゃないですか。いや、わかんないですよ、そうね。で、すぐ第二子も預けて、うん、で、その後は違う彼氏のところに逃げて、また彼氏ができたんですか、はい、すごい、なんか次から次に幸運じゃ新しい彼氏ができて、幸運ならまた新しい彼氏ができた。え、ってことは、その彼氏と別れた後、妊娠中に交際してたんですか、はい、出産後、あー、なるほどなるほど。それは、出会いは、またスタビ、それもスタビですよね、確か。すごいですね、なんかもう懲りちゃいそうというか、そんな思いね、2回して、うん、2回とも1人でね、お子さん産んで、うん、そんな思いしたらもうしばらく男いらないなって思いそうですけどね。結局はなんか依存体質なんですよね。あ、じゃあ彼氏とか男性できたら依存しちゃうみたいな。あー、ダメです、それは。誰かと一緒にいたいってそうですね、誰か。じゃあ女の子の友達でもよかったってことですか？それはまた違う、うん、女の子の友達でもいいんですけど、私女の子の友達できなくて。なんでですか？なんかいじめられてた時期もあって、うん、それでグレちゃったのがあったんで、なんか悪い友達、その当時の悪いっていうイメージの友達しかいなくて、うんうん、遊んでくれたり泊まらせてくれたりとかする友達がいなかったんですよね。じゃあその依存先が男の人みたいな。じゃあやっぱまたすぐ第二子産んで寂しくて、またすぐスタビで彼氏を作る、はい、作って
すごいな、出会い系サイト。すごい、うん、その彼とはもうまたあれですか、うん、会った日から交際したの？会った日からですね。すごい、付き合って3ヶ月目ぐらいに向こう捕まっちゃって、その人とは3ヶ月後に3ヶ月後に向こう捕まっちゃって、それで何でですか？あの、窃盗なんですけど、うん、人の車をパクってきちゃってみたいな。その彼氏は何歳ぐらいの方だったんですか？2つ下だったんで、当時で20か21か、そのぐらい。まあ20ですよ。はい。窃盗っていうのは結構あれなんですか、繰り返しやる窃盗団的な感じなんですか？いや、たまたまその1台やったら、あの、盗難届出されて。でもたまたま車を1台盗むって結構大規模な犯行ですけどね。たまたまっていう感じではなさそう。確かに。で、たまたま被害届は出されますね。はいはいはい、確実に出される、はい、大きな被害ですよ。やんちゃな子だっていうのは知ってたんですか、その子が？そうですね、ヤンキーだったんで、うん、なんか当時はヤンキーがめっちゃ流行ったんですよ。まあでも気持ちは分かんなくもないです。ちょっとヤンキーってモテるというか、うん、ね、なんかヤンキーのイケイケのちょっとそう中心の子ってなんかモテるイメージは分かります、うん、なんでヤンキーだからっていう理由で付き合って、うん、そんな理由なんですか？付き合ってたけど捕まっちゃって、で、手紙のやり取りしてたけど、うん、向こうが少年院行くってなって、うん、少年院ってことはじゃあ10代ってこと？いや、違います。あの、なんか20そこそこの人が入る少年院みたいな、だから中等少年院、少年刑務所じゃない？少年刑務所。さすがさすがです、綾田さん。そう、20代前半とか若い人が行く刑務所って少年刑務所だ。マジ、うん、すごい、さすがコメンテーターっぽい。あやちゃんの知識が生かされました。うん、なんであやちゃん知ってるの？いや、なんかアイランも捕まった時に旦那がいて、その旦那が少年刑務所行ったりとか、うん、あの周りのヤンキーの友達とか20代前半、そうそうそう、その時の男たちが行ってたから、すごい詳しい。そうなんだ、いやでも今アイラちゃんに助かった、うちら二人じゃ分からない話だった、ね、手紙のやり取り、はい、これは文通みたいな、文通みたいな感じで、週に何回だか月に何回だか忘れてたんですけど、連絡が来て、で、待ってるよみたいな。その人は、ちなみにケーキ的なのは、ケーキは1年半ですね。で、1年半は待てますか？待てなかったです。待てなかった？待てなかった。他行っちゃったんだ。わあ、気の毒な話ですね。え、そしたらそれもスタビ？それは違いますね。違う。でもナンパです。どっち？向こうから。ああ、じゃあ待ってる間に、また男の人からナンパされて、やっぱその依存体質というか誰かといたいっていう性格が響いたのかな？響いて、それで、まあその人は結婚したんですけど。え、ちょっと待って、ナンパされたその日にまた交際がスタートした？ナンパされて1週間後ぐらいですね。それはその彼が捕まってからどれぐらい経った時ですか？捕まってから半年とか、そのぐらいですね。あ、じゃあ半年は我慢したんですね。はい。それ言わなかったんですか、ナンパされた時に？一応彼氏いて、彼氏捕まっててっていう話はしなかった。しなかったんだ。じゃあフリーって嘘ついたんだ。フリーって言ってました。悪い女ですね。悪い。そしたら、じゃあ交際が、うん、スタートじゃあして、でもまだ元彼ね、だって交際してる間出てきちゃいますもんね、うん、でもその連絡が途絶えた時点で、まあ、向こうもなんか察したらしくて、後から聞いたんですけど、あいつ男できたんだったら仕方ねえやみたいな。ああ、ちょっと切ない、なんか。あ、じゃあ何、手紙を無視したってことですか？じゃあもう手紙書かないで、そのままいました、ね、切ないですね、向こうからしたらね。切ない、はい、俺の中で、え、連絡来ないなってなってて、うん、で、その彼とはどれぐらいで結婚？どれぐらいで結婚は半年もしてないうちですね。早い、全部早い。ちなみに、その初めての結婚ですよね、これ。はい。そうですね。今まで、行くことなくいろんなことがあったけども、はい、初めての結婚。はい。それ結婚をその人と結婚しようって決めて、ポイントは何だったんですか？決めて、ポイントは、顔は良かったのと、うん、性格は良かったのと、うん、あと子供の面倒を見てくれそうだなと思って。半年で、まあ今までがちょっと悪かったのかな。
もうあの付き合ってすぐ同棲したんで、うんうん、大体は見てきたからいいかなって思って。スピードはその人は何してる人だったんですか？とび職です。うーん、あ、じゃあヤンキー。ヤンキーです、うん、あ、アギハさん好きなやつ。あ、好きなやつ。うーん何そのアギハさん、おっちゃった。違う、そのアギハさん変なんですよ。引き笑いなんですよ。ヒヒヒヒヒみたいな。違う違う、なんか好きなんかなと思ってヤンキーが。あ、ヤンキー好きですよね。あ、そうなんだ。マーラちゃんもヤンキー好きでしょ。うん、でもホストの方が好き。ホストの方が好き。そっか、そっち系のが好き。うん、いやでもすごい、もう20代前半にして壮絶すぎません？いや、すごい、もうだいぶですね。捕まった話が早く聞きたい。捕まった話、確かに。そこはあやちゃんもう重点的に後で、うん、あの質問全員してもらいましょう。結婚して、はい、で結婚生活はどうでしたか？最初は楽しかった。最初楽しかった。はい、で子供ができてたので。すごい、3人目だ。子供を産んだんで、どれぐらいのあれで期間それも半年もしてないから。早っ。あ、じゃあ出会ってから1年でその人とはできたの。はい、はいはいはい。いや全部早いですね、もう、うん、お子さんのスパンが早いんですよ。3人目ですよ、もう、はい、この数年の間に新しい彼氏4人目のうん、でもそれはまあ結婚してね、普通に結婚生活でお子さんできてるから、普通に産んで、うん、2人で育てて、うんうん、向こうの親と同居ってなって、うん、同居して、うん、そしたら2人目ができて。おお、まあ実質4人目。4人目、うん、できて、でしばらく経ってからなんか同居嫌だなと思って。誰と？嫁姑問題。嫁姑問題です。で向こうも義理の母なんですよ。なるほど。お父さんが再婚してて、うん、だから余計に私の城に入んないでみたいな感じで言われて、うん、なんもうここいらんないなと思って、うん、クリスマスイブに、うん、あのサンタクロースの格好をして、うん、離婚届を渡しに行って、え、じゃあプレゼントですって言って。旦那さんのことは好きだったけど、その相手の親御さんが嫌いかなくて、嫁姑問題だ完全に、うん、それは旦那さんは協力してくれなかったんですか？その仕事忙しくてなかなか家帰ってくるのが遅くてじゃあほぼ相手の親御さんと過ごす時間の方が長かったんだ、ね、確かにちょっとしんどいかもしれないですけど、旦那さんもね、うん、寄り添ってほしかったですね。うん、うん、で旦那も旦那で、うん、もう子供は俺が引き取るから、うん、じゃあいいよって好きにしなって言って、じゃあ分かったって言ってちょっと泣く泣く。あ、じゃあ、うん、お子さんを渡すので離婚が成立するんですか？はい、え、それは良かったんですか？良くなかったんですけど、やっぱり育てられないだろうって、その上の二人を見てるから、うん、良くないだろうって。ちなみに結婚生活中、普通に結婚して普通にお子さん生まれたわけじゃないですか、はい、その間の育児はちゃんとできてたんですか？できてました。あ、じゃあ一応育てるスキルはありそうな気はします、うん、お尻も変えられたってことですか？変えられます。そういう、夜泣きしても対応できるし、お風呂も入れられるし、うん、おー、じゃあ何にも手つかずでできないというわけではなかったんですね。どの辺が問題点だったんですか？金銭面的なところですか？金銭面なのと、あと私家出癖があるんですよ。結婚生活中もあったんですか？はい。え、どんな時に？喧嘩とか。自分の精神的なので、精神的に来ちゃって、その時は 2,3 日違う友達ん家にいさせてもらって。連絡つかず？連絡つかず。そのああでも心配かも、その癖がしょっちゅうあったら。だからそのあれですか、その育てられないだろうってなって。あ、違う、だからその親の実家に同居しようってなったんですか？いや、そういうわけじゃなくて、金銭面的に。ああ、うん、じゃあその2人、結婚して授かった2人は、はい、その旦那さん、旦那さん、元旦那さんの方に、はい、なんか次から次にお子さんで、次から次に取られちゃいますね。確かに手元に取りもいないですね。え、なんか切ないですね、うん、クリスマスの日に離婚を届け出して。じゃあなんでクリスマスだったんですか？なんかタイミング的にクリスマス しかないかなと思って、うん、みんな家にいるのがああなるほどね、家族が揃ってるのが、うん、ああなるほどなるほど。で、また次の男に出会いました。すごい。そう、それはいつ？離婚するちょっと前です。ちょっと前ちょっと前なんだ。でも付き合ったのは離婚してからです
じゃあもう何、その男性と出会う前から離婚っていうのは結構腹決まってたんですか。いや離婚するんだろうなみたいな、こんな状態じゃと思って、それはいたんですね。てか秋田さんすごいですね、次から次に男の人と付き合えるっていうのは、うん、いやすごいっす、すごいっすよ。モテモテモテますよ。だって私、うん、彼氏欲しいけど彼氏できないですもん。いやでもう高価な話を、いやいやいや、逆にそんなポン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 できるのはすごいんですけど、うん、その新しい彼氏は何で出会ったんですか。その新しい彼氏はやっぱ出会い系です。スタビ、スタビじゃないです、また違う。スタビはその時なかったんで、ああ終わったんだ、終わってました時代が時代が終わっちゃったんで。次は、次は出会い系です。出会い系なんて言ってたっけ。覚えてないですね、もう覚えてないか。で、懐かしいって今なりたかった、聞いて。ミクシーとかね、あのモバゲーとかね。あミクシーです。ミクシー、はい。ミクシーです。懐かしい。懐かしい。うん。アラちゃん、ミクシーわかる？知ってる。あの、最終ログイン何人もいない。地元のサイトじゃないっけ、地元同士のミクシーって。え、マイミクみたいな、お友達の。ミクシーって地元同士でやるやつじゃなかったっけ、友達の学校とか。あ、まあそんな感じ。あ、そうだよね、まあ、足跡残るやつ、うん、マイミク、お友達になってとか、うん、あとあれですよね、なんかコミュニティとか、コミュニティとか入って中学校のね、コミュニティとか入ると、うん、その時の人に繋がるとか、うん、それだよね、うん、やってた、やってた。アイラちゃんはどういう使い方してた、出会い系。出会い系はやってない、学校の友達とかと喋ったり。懐かしいね、ミクシーやってたわ。薬の売買とかしてたそんなやってないよ。やんない、やんない。そんな足がつきそうじゃない頭いいそれでやってないんだだからそういうのではやらない方がいいと思って理由が、うん、なるほど、ね、うん、リアルだわ、うん、本当に、うん、新しい彼氏出会って、うん、1年ぐらい一緒に住んでて、その彼氏とも結婚して。あ、じゃあ2回目の結婚ですか。2回目の結婚ですね、はい、結婚して半年で別れました。その彼とはお子さんはできなかった。できなかったですね。うん、ただやっぱり向こうの家族と折り合いがつかなくて、うん、でも1年付き合って結婚して半年で離婚、はい、スピード離婚だ。その離婚した理由っていうのは、相手の親と折り合いが、マザコンだったんですよ。あ、マザコンのレベルによりますけどね。なんかお母さん大事にしてるのは良さそうな気が。それだったらいいんですけど、お母さんがもう子供離れしてなくて、うん、毎日のようにあの子の好きなもの作ってきたからとか言って毎日家に来て、うん、毎日何かしら置いてくんですよ、うん、それ嫌で、うん、でお母さんに言ってって言ったんだけど、うん、いやお母さんに言えないとか言って、うん、言われて。へえ。それだったら私とお母さんがもしもどっちかが死ぬってなったらどうする、ってどっち取るって言ったら、お母さんうん、あ、マザコンだって思って、もうダメだなんかダメだの見切りも早いのかもしれない決断がね、うん、決断が。でもそれはスムーズに離婚ですか。スムーズですね。向こうの親が親だったんで。その間、あの、アギアちゃんの親御さんは、あ、一切ノータッチです。あ、ノータッチ、はい。ちなみにその彼っていうのは、マザコンの彼っていうのは、はい、ヤンキーではなかった。ヤンキーではなかったです。陰キャでしたね。おお、逆にね、初の陰キャ彼氏じゃないですか。はい、うん、それで陰キャはダメだと思った。陰キャはマザコンが多いんだなと思った。あー偏見じゃないですかへーすごい。離婚しました。2度目の離婚、うん、その後は、その後は何人から付き合ったんですけど、ちょっと覚えてなくて、うん、で、その後に知り合った人とまた結婚したんです。3度目の結婚。3度目の結婚。すごい。すごいね。その人はどこ。その人は出会い系です出会い系もう駆使してますね、出会い系サイトもうかなりもうフル活用じゃないですか。すごい。へー。ミクシー。いや、ミクシーじゃないです。お、時代変わってる。何ですか。時代変わって、うん、あれはなんだっけな、イククルかなんかですね、うん、行くよ、来るよ、市長違う違う違う、イククルって何。イククルっていう知ってる。え、わかんない。出会い系、出会いサイトであるアプリでイククル、うん、今も検索すれば出てきます。あるよ、今も。へぇ、ハッピーメイル的な。あ、そうです、そうです。おぉ、おぉ、おぉ、課金タイプですか。課金タイプのやつ、はいはいはい、で、出会っ
で、3度目の結婚。3度目の結婚ですね。それで子供ができて5人目の子供、はい、で、今度こそ育てられると思ったんだけど、私その時キャバクラで働いて、うん、その時何歳ですか？うーん、27、8、9。すごい、だって前半でもう結構すごかったわけじゃないですか、うん、ねえ、すごい。27か27か8か、そこらですね。へえ。20代のうちですね。キャバクラ、キャバクラで働いてて、そのキャバクラの仕事が忙しすぎて、で、向こうから離婚しようって言われて。へえ。そうなんですか？向こうからっていうか、私から言って向こうが納得しなくて、最終的に離婚しようって言われたみたいな。じゃあキャバクラのお仕事をちょっとあの頻度を減らしたりして結婚生活をうまくしていくっていう選択肢はなかったんですか？いや、その選択肢もあったんですけど、ママが辞めさせてくれなくて、あのお店のママが、あ、キャバクラのお店のママが、はい、日にち減らすのはちょっと今の状況ではって言われて、それで辞めらんないっていうか減らせなくて。何人目？4人目？3人目の、4人目の結婚した人？3、なんと1、2、3、4ですよ。4人目のそのご結婚された相手っていうのは、イククルで出会って、はい、そのヤンキーだったんですか？ヤンキーでしたね。ヤンキー。ヤンキーだな。前回陰キャの方だったんだね、はい。どういう感じのヤンキーだったんですか？なんか、旧社会入ってるって感じのヤンキーですね。単車が好きな。単車とか、旧車が好きな。元ヤンみたいな。元ヤンですね。あどうしたの？いや、あれちゃん、黙ってるけど、単車とか好きなのね。うん、暴走族楽しかった。今度なんか単車乗る機会あったらいい、楽しそうだね。うん。で、そのヤンキーの方と結婚して。キャバクラ忙しくて。子供が生まれたんだっけ？子供も生まれて、やっと育っていけると思ったら、キャバクラが忙しくて、ちょっと別れるっぽい流れになってしまって。一番の決め手が、強盗致傷で、その人捕まっちゃって。強盗したんですか、その人？強盗したんです。怪我もさせた。怪我させちゃいました。で、それで捕まっちゃって、7年半出てこなくて。7年半って結構？結構ですね。うん、それは結婚してる間ですか？に結婚してる間にです。通しちゃったんですか？で、それで、まあ最初は、やっぱり待ってるよって言ったんですけど、3年ぐらいは待ったんですけど、限界来ちゃって別れましょうってなって。え、ちなみにその子供がいる状態で、はい、旦那さん捕まっちゃったんですね。はい。その子、お子さんどうしたんですか？子供は結局施設入っちゃいました。あ、そうなんですか。じゃあアゲハさんが一人で育ったわけじゃなくて、はい、旦那さん捕まって、あの、私の精神状態がおかしくなっちゃって、うん、私もともとその躁鬱とかがあって、うん、それでちょっと精神おかしくしちゃって、で、やっぱ預けるしかないかってなって預けて。一つどうしても聞きたいことあるか聞いていいですか？うん、はい。いいですか？はい。何でも大丈夫です。はい。精神がおかしくなった時ってどんな感じだったんですか？もう暴れ回ったりとか。はい。私の YouTube 見たことあります？あります。そんな感じ？そう、違うでしょ。ちょっと似てるなと思って。え、あ、暴れるって、あ、その怒るところ？怒るところとか、うん、あとなんか見えてる、見えてないんだけど見えてるのか、あ、そういうのあって。へぇ。じゃあアイラちゃん気持ちわかるんじゃない？ね、わかんない。だって そう、気持ちはわかるけど、うん、その時のことはよくわかんない。記憶がないか。記憶があんまりだよね。うん、あんまりあやふやなこと。そうそうそう。え、そういうもんなの？うん。すごい。薬飲んで落ち着くみたいな感じ。ちょっと安定剤みたいな。安定剤です。入院はしたんですか？入院はしてないです。あ、そうなんだ。はい。医者に行って？医者に行って通いで大丈夫だよって。あ、そうなんだ、よかったね。ちなみにその子供を預けるっていう判断をしてどこに相談しに行ったんですか？あの、市役所に行って、市役所に行ったらこういうとこありますよって言われて、乳児院とか。
そういうのがありますよって言われて、じゃあちょっと行ってみますって電話して行って、でそれでじゃあここだったら預けられるかなと思って。5人目の子だよね。はい。ちなみにその子は、はい、その後引き取れなかった。引き取れなかったんですよ。その精神状態のせいで引き取る資格がないって言われてて。それは言われたタイミングっていつですか。言われたタイミングいつだろう。4年前とか。4年前、4年前、5年前ぐらいですよ。今何歳だっけ。今37です。ってことは、預けて結構すぐの時ですね。預けて結構すぐ。はい。4年前で33だから。でも、彼と結婚してから彼捕まっちゃって3年ぐらい待って。ああ、なるほど。だから結婚生活は3年とか、ですね、4年とか続いてたわけですよね。あ、なるほど。じゃあ33、4の時に捕まっちゃって、で預けて、で返せられないよってなりました、はい、その後は来とろうとは思ってる。来とろうとは思ってるんですけど、はい、やっぱりたまにその鬱の症状が来ちゃって、今はこう放置じゃないけど、低迷してるって感じで、まあこう育てられないなみたいな。なんか精神安定剤飲んでて子供とか流産とかしなかったんですか。ああ、しなかったですね。しなかった。その子供がお腹にいても飲んでいいっていうやつもらったんで、引き取る資格がないよって言われちゃいます。でその後、今はどこにいるんですか。児相。今、児相ですね。児相。その人と そのやり取りってのは結構頻繁にあるんですか。いや、ないですね。あ、ないの。もんなんだ。写真とかは送られてくる。いや、送られてこないです。来ないんだ。はい。それって場所によって違うんですかね。雨に連絡をくれるところとか一切連絡してこないとか、その土地とか地域とか場所とかによって違う。あ、地区によって違う。あ、そうなんだ。その担当者とかともまた違う担当者。すごい、アイラちゃん今日すごい詳しい。アイラちゃんのブレーンの話が多いからナビゲーターすね。うちらはどうなんだろうって言ってる話も全部アイラちゃんが教えてくれる。確かに解説が、すごい。でその差が出てくるのは、それなんで。その、いや、その地区の、実装にもよるし、担当者の人にもよるかな。じゃあその担当者の裁量で結構、そのばらつきがある。ばらつきある。だって愛の場合、大阪の赤ちゃんは今度会わせてくれるじゃん、でも名古屋の場合、全然会えない、ずっと続いてるから、会うって言っても先生と面接なだけで、名古屋まで行って、面接先生とだけとか。確かにアイラちゃんのだって今のさ人写真とかね何枚も送ってくれたりとかしてるから、すごい手厚いですよね。なんでなの。分かんない、担当が良かったみたい。でも担当変わるからさ、変わっちゃったから写真送られてこなくなっちゃった。前の担当さんの人電話とかくれたりすごく。じゃあ何、泣き声とか聞いたことある。泣き声はない。はあ、すげえ。でその旦那さんとも離婚。離婚しました。すごい、もうすごい目まぐるしいエピソード、もう次から次に。もなかなか思い出せないようなことがあった。彼氏できてね、お子さんできて別れて、彼氏できてお子さんできて別れて、で彼氏できて捕まっちゃって、彼氏できて結婚して、お子さんできて別れて離婚して、すごい。もう今までちなみに出会った中でヤバいヤンキーって言います。ヤバいヤンキーは元旦那ぐらいですか。強盗致傷の、はい、その人は強盗致傷以外にも何かやってたの。なんか窃盗だとか、暴力食ったりとか、喧嘩とかしてた。でも明葉さんにはその手出してきたりはしなかったですか。いや、してきたけど、こっちもやり返してた。逆に逆に今までじゃあ DV されすぎて、もうなんかもうやり返す力をつけたんですか。まあでもいい人ではなさそうな気がしますけどね、その話を聞いてる限りでは。確かに、うん、揚原さんが好きだった人のことを悪く言うのはちょっと申し訳ないですけど。いい、その後彼氏作ったんですよね。はい、離婚して、ごどっちの人と離婚して、はい、お子さんも取られて鬱になってしまったんですよね。はい、その後はその後はちょこちょこ付き合ってたんですけど、うん、もう誰が誰だか覚えてないぐらい。うん、だったんで。結構いつもいる感じ、彼氏が。そうですね、常にいるんだ。はい、そう、すぐできるもんなのね。
なぜかできましたね。選んでない？いや、選んでます。でもすごい、選んでて次々できる。第一に顔見て。じゃあみんな顔いいってことですよね。それすごい。顔見て、まあメールのやり取りとか頻繁な人がいいっていうのがあるから。ダメな人。ダメな人。色黒ですか？あ、色黒多かったですね。何の質問なんで笑ってんの？いやいや、いや多いかなと思って聞いたら、まさしく多かったから、ちょっと当たったと思って面白かった。色黒ってどういうこと？ヒサロだったり、うん、現場系の人ってなんか焼けてるイメージ。ヤンキーヤンキーっていうのを聞いてたから、まあ、なんかギャンチャなイメージって色黒で刈り上げてて。でも白肌のヤンキーもいるでしょ？まあまあまあいると思うんですけど、うん、まあなんか王道のなんかザみたいな、うん、ニグロ、なんかパンチパンとか。いや、それはないです。そうなんだ。あの、カチャカチャカチャしてる人が好きだったんですよ、その時。ロン毛ね。あ、ロン毛の昔の窪塚洋介さんみたいなね。あの、IWGP みたいなね。まあ、わからなくはない。そんな人と付き合ってますよね。あ、で、その後、また結婚するんでしたっけ？また結婚しました。それはもうすぐで別れちゃいますよね。え、てかすごい、何度目の結婚だそれ。 4回ですね。4回、すごい。ちなみにそのこれで捕まったのって、はいはい、それは男のあれじゃないですか、はい、そこの話してほしいです。まあ捕まっちゃった理由は男の人って言えば元彼なんですけど、元彼はもともと先に捕まったんですよ、1回、うん、で出会うの？出会う前じゃないです、出会ってからです。出会ってから捕まっちゃってたの？はい。で、執行猶予で出てきたんですけど、それでお前だけ外にいるの許せねえって言われて、撃たれて。何を？薬、注射を。どんな彼氏なんですかそれ。そんで捕まえされたの？それで通報されて捕まっちゃったんですよ。彼氏が注射を打って、はい、彼氏が通報したんですか？はい。え、怖いんだけど、うん、俺だけ捕まるの嫌だから。もうその時彼氏はもうおかしくなっちゃってたんじゃないですか、薬で。おかしくなってた。それ何してる人ですか？それはプッシャーです。プッシャーもう売人売ってたんだ。じゃあもう自分がプッシャーと付き合っちゃった、うん、確かにもう売人っていうか、もうプッシャー売る人と付き合っちゃってたら、もうなんかもう生活にそれが入っちゃってるから、うん、しかも言い方おもろいね。プッシャー、面白いよね。プッシャー、え、そのさ、まあ、知り合ったなタイミングは、まあ、どこ、出会い系？出会い系ですね。またもともとその子が18の時から知ってて、うん、あ、じゃあ結構昔、結構昔から知ってて、あ、じゃあその時からもプッシャーってのは知ってた？その時はまだ普通の会社員だったんですよ、うん、で、あいつと知り合う、再会する1年前ぐらいからやり始めたらしくて、あ、じゃあ出会い系でたまたま昔の知り合いと再会してたまたまって、それでもう一回付き合うかみたいな感じになって、うん、じゃあ分かったって言って。ちなみにその再会後、その方が薬物をやるような人間になってしまったっていうのはどれぐらいで分かったんですか？もう結構すぐですね。再会してから、はい、それ分かった時にさ、あ、こいつやばい、もう離れなきゃとか別れなきゃって思わなかったんですか？なんか安心に害がなければ大丈夫かなと思って。じゃあこの、あ、プッシャーっての判明した後、はい、一緒に薬をやって楽しむっていうことはなかったなかったんですよ。それ一回きりで捕まっちゃって。え、そうなの？はい。もう現行犯だって言われて、うん、で、なんて言ったの？それ警察の供述。あいつはやられましたって言ったんですよ、うん、そしたら、まあその後を見て、撃たれた後を見て、まあやられたのはわかるけど移動してるからねって言われて。移動？あの、最初ラブホで撃たれて、そっから家に帰ってきて、その間移動してるから、その間体に入れて運んでるでしょって言われて、あ、じゃあもう撃たれた直後にホテルでもう撃たれました、助けてくださいとかだったら、うん、まだ避けれたかもしれないけど、移動して普通に過ごしてるでしょっていうこと。あ、なるほど。移動しちゃって家に帰ってきちゃったでしょって言われて、うん、そうですねって言ったら後出しじゃんけんみたいな感じになっちゃったのかな、うん、じゃあその彼は、アゲハさんの供述では、はい、逮捕はされなかった？いや、逮捕されました。されたの？はい。なんで？
結局相手に撃ったっていう罪で、うん、あと所持してんじゃないですか、なんか駐車するものを持ってるってことは捜査が入った、家に固く入りました。うわ、その家にあったものが、向こうの彼氏のカバンがあって、そのカバンの中に入ってたのは彼氏のだって言ったからいいんですけど、それが出てきちゃったから彼氏も、まあ、所持してたってことですよね。物はなかったけど注射器とかがあったんで、あ、なるほど、そこから成分出ちゃって、ってことだ。尿検やって尿検出ちゃって、うん、あ、その彼氏さん、プッシャーさんは、うん、その執行猶予で出てきて、うん、ですぐプッシャーになっちゃって、なんかすぐね、うん、彼女にまで打って自分も使ってて、うん、とんでもないやつですね。で、執行猶予もらってすぐ捕まっちゃったってことは、け、うん、あれだ、実刑だ。実刑ですね。アゲハさんはどんだけ行ったんですか。私1年です。え、あの初犯で？初犯で。1回目で？1回目で。そんなことあんの？あやちゃんの。だって普通執行猶予付きとかで出るじゃん。あ、その前に前科があるんで。あ、前科あったんだ。はい。あ、それなんだ。何してたの前科？前科はあの無免許運転幇助っていうやつ。免許証を貸したりとか。いや、隣に乗ってたんだよね。無免で運転手が知ってて乗っちゃったっていう、乗ってて、それがバレてそれで捕まってて、それって知らなかったじゃ取らない、取れないか、へー、まあ、知ってたんですもんね、うんうん、それで3年の執行猶予がついて、うん、その3年と1ヶ月目に捕まっちゃって、3年1ヶ月目、ああ、じゃあ執行猶予がもう開けて1ヶ月目に捕まっちゃって、うんうん、それで、そんなスパン短いんだったらダメでしょ、みたいなこと言われて、あ、で、実刑だ、実刑になっちゃった 1.5 年、うん、まあでも、打たれたその1回限りだったら、うん、その依存とか、やめられないとか、そういうのではない、ないですね、うん、ないなの場合、依存とかやめられないだからね、うんうん、もう、はい、プロはプロは心配ない、うん、一歩間違ったら、あやちゃんもプッシャーになってたかもしれない、うん、本当だよね、でもあやちゃんもさ、あやちゃんも思ったけど、やっぱり男の人の影響みたいな、二人とも、あ、確かに、なんか、だから二人ともにずるものがあるというかさ、うん、ね、本当だったら、その彼氏、私だったらね、じゃあ付き合ってる彼氏とか、じゃあ好きな人、ちょっとでもそういうのやってる人って思ったら、うん、うわ、ブリブリブリみたいに なるわけよ、うん、もう全面拒否みたいな、一緒にやろうなんて持ってるのかだし、うん、なんなら私に害がなくても、うん、マジで無理なんだけど、うん、あやちゃんとあやちゃんはどこかやっぱり男性に依存体質なんでしょうね、とか、うん、男の人のことが好きというか、うん、好きが勝っちゃったりとか、うん、男好きってことだよね私も男好きだよ、別に私も男好きだけどまた違うじゃあ、あやちゃん、ちょっと刑務所トークしてくれ、確かにね、刑務所トーク、どこの刑務所行ったんですか。栃木刑務所です。東京の方は栃木に行くの。うん、関東は栃木です。そうなんだ。うん、笠松刑務所行ったんだけど、あそこ東京の人来てましたよ。東京の。なんか2回目とか、3回目とかになっちゃうと、うん、他のところに移されたりとかする。あ、そうなんだ。刑務所の配属先ってのはどうやって決まるの。もう近く。あ、近くなんだ。面会に来れる範囲のところに最初は送られるらしいんですよ。でもなんか結構刑の重さでさ変わったりするの。構造が変わる、あの刑のなんか重い人は構造が違うとかね、うん、1項から10項まであったりとかして、うん、10項まであるの。10項まであるの。何の話なのこれ。すごいんだけど、すごい。ごめん、あやらちゃん、1項とか10項とかって、ね、教えてよ。工場のあの数、1工場とか2工場とか5工場とか。あ、じゃあ何、そこの刑務所に何個工場があるの。そうそうそう、確かに10は多いね。多い、10個も工場がある。笠松5工場までだったよ。あ、笠松はなんか職業訓練、ね、うん、で行かないかって言われて、うん、遠いから嫌だって言って。あ、断ってなかったら笠松だった、はい、一緒だったかもしれないですね。じゃあその工場で何するの。だるま作ってます。だるま、だるま。でも100円ショップのグッズとか作ったりもあるよね、うん、だから100円でできるとか。じゃあね、あらちゃんこれ自分で作ったかもしれない。自分でケーキを、てか噂で聞いた、飲み屋さんの噂で聞いたんですけど、あのキッチョムってあるじゃないですか、うん、キッチョムのボトルのあのキッチョムっていうあの筆の文字は、うん、あの
捕まってる人たちが書いてる。だから一個一個違うんですよ、あれ文字。え、そうなんですか。キッチョムって書いてる文字は瓶を並べてみたら全部文字違ったんですよ、っていう噂を聞いた。キッチョム書いてないですか。初めて聞きました。飲むときなんか思い出します。え、見てみてください、キッチョムの皆さん。あの、達筆でね、違うんですよ、全部字が。確かに。じゃあ誰かが何かの犯罪を犯してやってくれた酒ってことですね。噂ですけど。すげえ。いや、面白いな。え、アイラちゃん何してた。工場でなんか、子守帯ってあるじゃん。あの、赤ちゃんの子守帯。何それ。あの、抱っこするときにつけるやつ、あの、ああ、か、こもり帯。そう、こもり帯、うん、あれを袋詰めしたりミシンやったりいろいろ、赤ちゃん用品とかも作るというか、やったりするんですね。へえ。見つめ合って笑ってますよ、二人が。二人が見つめ合って笑ってます。仲良くなりそうですね、お二人。すごい、なんか今日連れてきてよかったわ。似ずるものとか共通点がいっぱいあるから。 あとなんか仲良くなっていじめとかあった。いじめは私はなかったですけど、周りが結構いじめられてました。いじめられてたんだ。女子刑務所、アイラなんていじめる側になって、なんかギャルの子と一緒の部屋になって、なんか先生にお願いしたらいいってなって一緒の部屋になって、うん、そんな結構融通聞くの先生に。あの子と一緒がいいとか融通が聞いたんだって。なんかでギャルの子、あの同じぐらいの年の子、うん、その子と一緒の部屋になってなんかいじめまくってたよ。なんか、その子がいじめたいって言ったから。全然反省する気ないじゃないですかね。反省するために刑務所行ってるのにね。でも刑務所ってさ、喋ってばっかだよね、あの結構喋ってばっか。喋れるんだ、うん、何の話すの。いろいろ彼氏の話とか、うん、子供の話とか、うん、あとなんか何々食べたいねとか。あ、でも会話できるんですね。あの夜になったら余暇時間っていう、あの夜になったら工場から寮に帰るの、うん、で寮の中で喋れる。そう、え、団体部屋だ。団体部屋、8人部屋とかだよね、うん、そう、団体部屋で雑談してていいもんなんですね、うん、夜はいいんだよ。へー、なんか余暇時間っていうのがあって、うんうん、あと祝日もいいよね。祝日も大丈夫ですね、うん、すごい。学校みたいな感じ。学校みたいな、女子校ですね、本当に。へー、うん、みんな何の刑で捕まったとか分かるの。みんなで当てっこしてました。あんたはあれ、あんたはあれみたいな。え、ちょっと例えば、あんたは窃盗、あんたは詐欺とか、あんたは窃盗とか。で、地獄やな。うん、大体会ってますみんな、そうだよとか。じゃあみんなバラバラな、詐欺の子とかお薬の子とかがもう一緒になってるんだ、うん、え、てか大体当たってたってことは何、そのやっぱ過去の彼氏、交際してきた相手とかをいっぱい見てきてるから、やっぱその犯罪の匂い的なのには結構敏感だったの。いや、そういうわけじゃなくて、本当は当たったんだと思うんですよ。なんかこんなこと言っていいか知んないけど、うん、え、あるじゃん、雑誌出てる関連してたって言ったじゃん、うん、その子覚醒剤に捕まっていたよ。同じ工場になったもん、系統が一緒だから。何の系統って。ギャル雑誌のデカさん、あの、ギャルじゃん、うん、だからそういう見た目とかで化けるの。あと犯罪歴が一緒の覚醒剤だったから。あの関連の子いた、雑誌に出てる子いたよ。へえ。同じ工場だったもん。本当、うん、その人も薬、薬。なんかモデルさんとかさ、なんか痩せなきゃとか、なんかそういうことやってそうだよね。そうそうそう、そういうこと、痩せたくてって言ってた。へえ、その、ちなみになんだけど、そのまあ1回しか経験ないじゃん、うん、その初めての1回で、そのまたやりたいって思ってないってことは、うん、いいものじゃなかった。なんかいいものだったらしいんですけど、いいものだったらしいんですけど、物の質がってこと。そういうことじゃなくて、あの自分的にいいなって思わなかったのっていうことだと。そうだよね、物がいいものじゃないかと思ったけど。どうした、さすがどうした。考え方が、捉え方が違いますね、うん、自分にとっては良くなかった。別に良くなかったですね。どんな感じになるんですか。私やったことないから、まあ、当たり前だけど。いや、そう、気になる。俺も撃たれた時に、撃たれてすぐゾワゾワゾワって来て、幻覚とか見えたりとか。一回で、一回で、一回で幻覚が見えた、うん、見れちゃう、プロが。家がぐる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 回ってて、うん、家の中。怖い、そんなね。うん、あやちゃんは一回目では何もなかった。何もなかった。うーん、何回目ぐらいで。
輪郭とか来たのもうだいぶ経ってからかもしれない、うん、でもそれが残っちゃって、うん、フラッシュバックとかでなんかおかしくなってる時あったかもしれない、うんうん、その離脱で出るんじゃない？なんか脳に傷ができてるって言われた、あの覚醒剤 やってたから、うん、だからそれでなんかもうおかしくなるみたいな、継続しちゃったからかな、うんうん、でも1回ででもそんなぐるぐるなってなっちゃって怖くなっちゃって、うん、一回寝たら寝て起きて電気つけて途端警察来て。ちなみにあれってなんか寝れなくなるって言うじゃん。寝れなくなる。どれぐらい飲んで。あ、無理やりや。無理やり寝て。わあ、体に悪そうですね。寝れないところにさらに眠剤を放り込んで、うん。アッパーからのダウンってことでしょ。すごいね。いやなんかもうそのぐるぐるが怖すぎてもう抜け出したくて寝よう。無理やり無理やり寝て電気つけたら警察が来て。まあ、でも捕まってよかったですよね。確かに。だからその1回で捕まってなかったら多分その彼と継続的にやってたと思うから、うん、その彼が TwitterX、うん、から連絡来るんですよ。今も今も。え、出てきたの相手？出てきたんですよ。あ、そうなんだ、うん、じゃあこの奇跡の共演とかも彼見てるかもしれないじゃないですか。怖いね。だから一応ブロックはしたんですけど、アカウント変えて連絡してきたりとかして。ちなみにどんな内容の？普通に家はもう俺ないから家住ましてとか、遊ぼうとか。やばいじゃん。やばいよ。まだやってんのかな。多分まだやってると思う。あ、そうなんだ。じゃあ逃げた方がいいんだよ。うん、絶対関わらない方がいいと思うよ、うん、だから今の家教えてないから大丈夫かなと思ってるんですけど。し、連絡手段もその X しか X だけ。電話番号とかもバレてないなら、うん、バレてないし LINE もバレてないよね。すごいすごいね。なんかどうやって X 見つけたんだろうと思って。確かに。名前とか名前変えてやってるんですけど。おかしいね、うん、気をつけてほしいですね。でも、うん、でも今、まあ、新しい彼がいるから何かあったらね、その彼氏に。その彼が今入院しちゃってるんです。何で？精神的に来ちゃって。え、精神的に来ちゃって入院って結構重症というか。なんか見た目的には全然分かんなかったんですけど、なんか強制入院させられたっていう。うん、ちなみに病名って分かります？病名、あの統合失調症です。ああ、あれ聞いたことある。そう、まなみちゃんとか、それこそあいらちゃんとか。ああ、うん、だから聞いたことあるのか、うん、彼は何してる方なの？は、ニートです。ニート？はい。まあそういう病気っていうのがあって。病気だから。病気になる前は？病気になる前は分かんないです。あ、じゃニートになってから知り合ったんです。アプリで。アプリで。ああ、すごいな。すごい。でも今の彼が一番好きってさっき言ったから。そうですね。出てくるのも1ヶ月後とかになっちゃうけど。それ入院してる間は会えないですかね？会えなくて、家族しか会えなくて。うん。で、連絡も11時から12時までの間1時間しかできなくて。1時間。その間に急いで送って、うん、また待ってるの苦手じゃないですか、アゲハちゃんは。今回は待ちます。本当ですか？はい。で、連絡も毎日するって言ってるんで、うん、その1時間でも。もともと LINE とかしない人だったのに、うん、LINE めっちゃ来るようになって、うんうん、入院してるとね、心細いと思うし、はい、寂しいと思うから、うん、すっごい映画4本ぐらい見たぐらいの、うん、そうだねそうだねあらちゃんでも分かる話がいっぱいあったんじゃない？うん、すごいねでもそんなあやさんが、うん、そのブーチャンネル見て、うん、あらちゃんを見て、その最初の話に戻るけど、なんか頑張ろうとか、うん、何か心で思うことが勇気づけられたの、あってくれたわけでしょ。ありがとう。いや、こんだけの経験してる人がさ、うん、ねえ、確かに。あらちゃん見て、なんかどん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 あやちゃん変わっていくのを見て、うん、で、あいつも変われるかなと思って、うんうんうん、うん、で、出たいなと思って連絡したんですよね、今回。すごい。ちなみに、ブーチャンネルのコメント欄って結構荒れやすいと思う？いや、そこまでは見てない。うん、なんか、荒れやすいのね。うん、結構ネガティブな意見とかもつきやすいの。うん、カイラちゃんもそう思う。うん、すごい隠れてる。うん、全然食らってなさそうなんだけどまあそう、あの書かれると思うけど、うん、その部分はすごい逆に心配してて、
大丈夫です。メンタル、あ、精神的な、そう、メンタル系の、うん、そう病気。でも今は結構落ち着いてるんで、うん、大丈夫です。不意に来たりしないの？不意に来たりしないです。その病気は何で発病したんですか？発病っていうか、産後うつから。産後うつから、うん、そうなんだ。薬は今も飲んでる。今も飲んでます。負けないで、多分人は変われると思います。うん、思います。本当に思います。これ多分アゲハさんは付き合う彼によってだいぶ変わると思うから、本当に次から次に彼氏ができる特技は持ってるんで、本当になんか誰かめちゃめちゃ、まあ今の彼氏さんがね、うん、どんな人かまだわからないですけど、本当にいい人にパン当たればもう完璧だと思います。確かに、うん、今の彼氏さんでも、まあ新しくまたできるかわからないけど、うん、男を見極める力があれば、はい、あなたは絶対幸せになれます。わかりました。はい、で、あのアイラちゃんのせいでもまた新しいお友達できたんでね、うん、ということでいいですか。もう、もうすっごいさ、内容濃かったから、もう終わりの挨拶もなんかもう入らないよ、身が。そうだね、はい、できる作りの方は高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。本当だわ。バイバイ。冗談じゃないわよ。